テイサバーンムアンノーンカーイ、またはノーンカーイは、太陽国のノーンカーイ県の都市であり、同県の首都である。タイラオス有効郷によって、隣国ラオスのビエンチャンと接続する国境の町である。ノーンカーイは、メコン川沿い、タイラオス有効郷のすぐ近くに位置している。この橋は、タイとラオスを陸路でつなぐ橋で、ほとんどが、オーストラリア政府の経済的援助によって、建設されている。 この橋があるためノーンカーイはタイにとってはラオスの首都ビエンチャンへの入り口となっており、橋を使って車、徒歩、鉄道での越境が可能である。ただし、ラオスの首都ビエンチャンへは橋を渡ってから25キロほど、メコン川の上流に向かう必要があるので、ビエンチャンの対岸は実際にはノーンカーイではなくアムプーシチェンマイにあたる。 ビエンチャン郊外のターナレーン駅は2009年にオープンしており、タイラオス有公共からターナレーン駅までのわずかな区間がラオスの唯一の鉄道となっている。ノーンカーイはバンコクより626キロ、ウドウオンターニーより60キロ北に位置している。ノーンカーイ水族館プラターとノーンカーイノーンカーイ駅、オールドシティ、ホールの前にあるプラップホーモニュメントには、 大戦争の犠牲者が追悼されている。近年では、バッサにしばしば見られるメコン川のバンファイパイアーナークが話題となり、観光客の人気を集めている。このオレンジ色の太陽のような火の玉は、水面から6メートルから9メートル上昇し、3秒から5秒、浮遊した後で消える。特に10月の満月の期間にはより高い、バンファイパイアーナークの上昇が観測できると、 考えられており、観光客が集中する。また、サラケオクが、ノーンカーイの観光スポットの一つとなっている。ワットケオクとも呼ばれ、ここは巨大な彫刻の並ぶ公園となっている。中には20メートルを超えるものもあるこれら彫刻は、神秘化、宗教化、彫刻家であるバンルーリーナットスーリーナットの手によるもので、ある。彼は1950年代に同様の公園を、 ラオスのビエンチャンに作ったが、1978年には、タイに亡命し、ノーンカーイの現在のサラケオクの土地を購入し、創作活動を続けた。仏陀やいくつもの腕を持つ女神、七つの頭を持つ蛇、人間と動物のハイブリッドなど、サラケオクには仏教とヒンドゥー教の影響を受けた、彫刻軍が並ぶ。ありがとうございます。